皆さん、スザンナのサブチャンネルへようこそ。今日はですね、オイルクロスを使ったこのブランドタグの作り方をやっていきたいと思います。すごく簡単なので、よかったら皆さんもぜひお試しください。結構硬さがあるので、レザー感覚で使っていただけると思います。はい、では早速始めていきましょう。で、用意しておりますのは、アイロンですね。で、それからアイロン台と、まあ適当な布ですね。はい。で、布はあらかじめアイロンを当てて、シワを取っておきます。それから、まあ何回も使ってますけど、オーブンシートですね。はい。で、それと皆さんがお使いのスタンプですね。スタンプです。はい。で、このスタンプ、このタイプは私も買ったんですけど、ちょっと使いにくかったので、できれば、こういう普通のゴム印の方が慣れてきたら使いやすいと思います。ここにスプリングが入ってたり、自動的にインクがつくので、インクのね、コントロールがしにくいんですよ。だから、あんまりおすすめじゃないのと、私のこのロゴがですね、横長だったので、横長のロゴにはあんまり向かないなと思って、ちょっとまた別で作ってみようかなとも思ってるんですけど、作るなら、はい。で、なるべくこう周りの余分なインクは拭き取っとく方がいいんですけど、それがまた周りにつくので結構気をつけた方がいいかなという感じですね。で、まずそのスタンプを布に直接押す前に多少練習しといた方がいいと思うんですよね。ここにしようかな。はい、練習します。で、このスタンプの場合は2、3回ゆっくり押してあげる。で、その際にここの下の部分が動かないようにしておいてあげると綺麗かなと思います。まあ、それでもね、ちょっとやっぱり多少こういう糸くずがつくので、どこについてるのか確認しながらですね、やってみていただけると。で、その時に例えば合わせるところがあったら、この合わせるところ、ちょっと爪で印入れましたけど、に合わせて、この段に合わせたら、どこに行くのか。見ておきます。ちょっとずれるとやっぱり二重になったりするので気をつけてください。で、この場合、だいたい6ミリ、7ミリ空いた上ぐらいにつくので、まあそういう感じで目安を覚えます。で、続いてですね、それで大体押し方のコツが分かったら、ちょっといらない布を使ってですね、実際に押してみます。で、なぜいらない布で押した方がいいかというと、結構、布と紙っていうのは押した時の雰囲気が違うので、全然押し方のコツが変わってくるんですよね。なので、押します。布で押してみます。こんな感じ。で、まあ、だいたい押せるかなってなったら、実際に押していきます。まあ、これぐらいあった方がいいと思うから、全部で3枚ぐらいかな。3枚ぐらい押せるんじゃないかなと思うんですけど。はい。で、私はこの4段を目安に押しています。4段の真ん中ぐらいを目安に押します。緊張するんですよね。ゆっくりと
で、あまり動かしちゃダメです。もう本当にスタンプの力を利用する感じ。押しすぎると余計な力がかかって上とか下の余白部分にインクがついちゃうので。あ、綺麗に押せましたね。ここの4段でしょ。で、続いてこの4段なんですよ。ポイントとしてはなんとなく伝わりにくいんですけど、まあ、そんな感じで押します。ポイントとしては布にインクを染み込ませるイメージ。あ、こっちはちょっとずれましたね。ずれないように気をつけます。で、最後はこの4段ですね。ちょうどこの間が同じぐらいに開くように、で、ずれないように下をしっかり押さえて上から押します。一回接着したなと思ったら動かさないこと。で、それから外すときはゆっくり動かないように外してあげること。で、これはこのゴムバネ式のスタンプのポイントなんですけど、普通のスタンプの場合だと、この先にこのゴム印にたっぷりとインクを染み込ませて一発でします。一発撮り。ちょっとやってみましょうかね。一発撮りをします。何でもいいんですけど Z にしようかな。で、横から見てスタンプ台を横から見てね、周りにつかないように、でもたっぷりインクがつくようにつけるわけです。で、ここに少しインクがついてるじゃないですか。で、そういうのはティッシュで拭き取っといてあげると失敗しないですよね。で、そしたらゆっくりとじーっとインクが布に吸い込むのを待ちます。こんな感じ。これぐらいゆっくり押していただいたらいいので、そうやって丁寧に押していただくとスタンプは割と綺麗に押せます。はい。で、そこまでが下準備ですね。で、ちょっとお扱い終わったものを向こうにやって、で、続いてですね、これ今からオイルクロスにしていきます。で、先ほどからアイロン、中低温、中低温ぐらい、ちょっと低めの厚めぐらいにセットします。で、まずアイロン台を用意して、そしたらね、まず一旦インクを落ち着かせるために何もつけない状態でアイロンをかけます。まあ、ちょっとさっきの黒いのが残ってたから、それがついちゃったかもしれないけど、まあいいや。はい。それも愛嬌。で、まずインクをしっかりと布に染み込ませて、取れないようにしましょう。はい。で、続いてですね、続いてなんですけど、続いてこれをオイルクロスにしていきます。
はい、こちらは私のオイルクロス用のろうなんですけど、これは何を使ってるかっていうと普通のろうそくを使ってます。でそれのちょっと作り方からまず説明しますね。で用意するのはこのような普通のろうそくです。それとハサミなんですけど、私はあまり切れないハサミがこの場合好きなんです。なぜかというとこのろうにはですねこういう芯が通ってるんですよね。この芯が混じっちゃうと綺麗にろうが乗らないので、それがあまり入らないように割とあまり切れないハサミがおすすめです。ちょっとやってみます。で下の方からやっていくんですけど、こういう感じで薄く剥がしていきます。ちょっと撮影しにくいな。でセンターにね糸があるんですけど、こうほら今糸が出てきたんですよ。ここ分かりますか？紐が出てきたでしょ。でこれが邪魔なんですよね。でちょっとこう持ち上げてあげて、でこれはもう糸が出てるから今楽なので、糸がないところばっかりなのでどんどんカットしていきます。で火に透かすとどこにあるかある程度分かったりもするんですけど、まあそんな感じでこの紐をね間違えて切らないようにするためにあまり切れないハサミがおすすめなんですよね。でちょっとこうやりますけど、こう最後までいかずに途中で止めて紐の周りをですね、紐をカットしないようにやるわけです。わかります？これがねよく切れるハサミだとね一気にいっちゃうわけですよ。で今言ったけどってなっちゃうん で切れないように、切らないように、切らないように、飛んでった、そういう感じでやります。はい、こうね真ん中の紐に向かって入れるでしょ。で最後はねこれをこう引っ張り出してあげるわけ。で時間がある時にちょこちょこ作ってはこの中に溜めてるんですけど、まあそういう感じで作ってます。別に市販品も売ってますから市販品買っていただいたらいいと思います。家で作る場合はそんな感じですね。でそれからですね、パラフィンなので小さなお子さんがいるところでは気をとか、動物がいるところでは気をつけてください。あとそれとろうそくなので点火しやすいので火のそばもご注意ください。で今からメインイベントですね、ワックスオイルクロスを作っていきます。でもともとビーズワックスでクロスのラップを作ってらっしゃるの、リカ子さんが作ってらっしゃるのを見て、で、私もビーズワックスいっぱいあるし、やってみようかなと思って、で、いろいろ調べてたら、オイルペーパーとかオイルクロスっていうのは、この普通のパラフィンでできることを知って、で、あんまりその食べ物に使うこともないから、別にビーズワックスじゃなくてもいいかなと思いまして、で、それで、ちょっとやってみて面白かったので、水も弾いてくれるから、これはタグとかにいいかもと思って、でちょっと作ってるんですよね。で適当にパラパラと置きます。そんなにたくさん置かなくても大丈夫、もうこれぐらいでもいけるかも。少なめでちょっとずつ様子を見ていった方がいいです。少なめ少なめで、でセンターにまず寄せて、でセンターに寄せるのはなぜかというと、まあ、端っこに広げていく意味もあるんですけど、でオーブンシートでカバーします。そしたら
アイロンですね。アイロンは、まあ、中低温ぐらい、中低温ぐらいでゆっくりと溶かします。もうすぐ溶けてきますよ、このように。溶けたらね、広がりますので、広げていきます。ほら、今広がってってるでしょ。わかるでしょ。四方八方に広げていきます。で、ちょっと様子を見ますね。もう少しかなと思ったら、もうこの辺多分カットして使わないとは思うんですけど、ちょっと足りないなっていうところに少しだけのせます。で、あまりたくさんのせるとギトギトになっちゃうので、少なめ少なめを心がけます。まあ、コツとかはね、他にもそのやり方を知っていらっしゃる動画があると思うので、そのオイルクロスとか何で検索したら出るかな、なんかそうちょっと調べてみて、はい、キャンドルでとかなんかあるかもしれないのでちょっと見てください。アロマオイルとかでもいいかも、アロマキャンドルとかもいいかもしれない。いい香りがするかも。で、まあ大体これで OK なんですけど、全体的に染み渡ったら OK なんですよね。ただね、ちょっとね、こういうところに少し残ってるっていう時は、これはもう完全に量が多いんですよ。で、量が多いとあまり良くないんですよ。なんかギトギトしちゃうので。で、今からその量をちょっとやりすぎた場合の対処法についてご説明しますね。で、できたら、まあこういう状態なんですけど、続いて、まあ上下でティッシュを挟みます。私結構ティッシュよく使うでしょ。はい。で、それで今度こう軽くね、これでこうアイロン当ててあげます。あ、もうなんかもうこれでいい感じ。はい。これで余分なのが吸えたので OK。もうこれだけ。はい。で、これでできました。で、ここまでできたら冷まして、それでカットしていきます。そしたらですね、続いてカッティングボードと、まあルーラーと、私はロータリーカッター使うんですけど、なかったら別にハサミでも何でもいいんですけど、それでサイズにカットしていきます。で、これはだいたい、これ4つずつ印入れてるんですけど、8センチの 1,2,3,8×3 ぐらいでカットしてます。なので、その大きさにカットしていこうと思います。で、ちょうどこの4の間ぐらいにセットしますね。で、4から2目盛り、2目盛りで2センチなので、この部分ここでカット入れます。はい。で、ちょっと向きを変えまして、今続いてこの8のラインが出たので、続いてこちらの8センチのラインに合わせます。で、カットします。で、続いて3センチなんですよね。で、これがだいたい1
1,2,3 センチなので、まあ、この辺でちょっと様子を見るんですけど、まあ、3センチどこを使ってもいいんですけど、1,2,3 1.5 が中央に来るぐらいに合わせます。まあ、適当です、適当で、私はこのここにある点々があるんですよ。ここに点々、これがこうスザンナズホビーズの大文字のところの少しぐらいのところ、そこに来るぐらいを目安に合わせてます。で3センチにカットするので、3センチちょっと足りないな、まあいっか、はい、この大文字のとこに来る感じで、これ3センチぐらいでいけたんじゃないかなと思うんですけど、こんなもんかな。でここも3センチのところに合わせて、はい、カットしときます。まあ、ちょっと細いのもご愛嬌で入れときますで、これでもう出来上がりですね。こんな感じ、3センチぐらいが綺麗かなと思うんですけど、上と下折ったりとかする場合、ここはそのまま切りっぱなしなので、簡単に言うとね、このようにこう糸端がね出てくるわけですよ、こう。だからそれはあんまりよろしくないので、折り込んだ方がいいと思うんですね。ちょっと先にカットしておきます。例えばですね、ちょっと使いにくいな、大きさ的にちょっと使いにくいなって時とかあるじゃないですか。でそういう時はね、少し柔らかくしてあげると、使いが楽になるので、アイロンでまず柔らかくします。もう柔らかくなってますよ、ほら。でそしたらどっちからしようかな。どっちでもいいんですけど、折り目をね、つけてあげます。で、反対側も折り目をつけます。縁もこっちも
で、気になる場合はこの周りを縫っていただいたらいいですし、もうこの状態でこの四隅止めてしまえばほとんどほつれてくることはないと思うんですけど、まあそういう感じで止めていただいてもいいかなと思います。ちょっと縫ってみましょうかね。ちょっと雑なんですけどこんな感じで、まあ、縫っておけば、はい、つけるだけでいいですし、別にそのままこの風合いを楽しんでいただいてもいいかなと思いますし、周りにね縁かがりをしても可愛いかなと思います。ジグザグとかねつけてっても可愛いのかなと思います。特に思い当たらなかったんですけど、いつも使ってるこのポーチにつけようかなと思うので、これこう折り曲げて使うので、ここの部分は見えないし折り曲げるところだから、ここにつけてみようと思います。で、硬いままでもこうペタッと割ときっちり型がつくんですよね。で、それを直すときにはまあ簡単に一回折ってしまった折り目を直したいときはまた挟んで アイロンかけてあげるとまた元通りになりますので、そんな風に使っていただけるといいかなと思います。またこういうシミはシミでね、それも味わいだと思うんですよね。で、もうこのまま切りっぱなしの状態で、例えば邪魔なところカットしてそのまま使っていただくっていうのもありだと思いますし、で今回ちょっと考えているのはこの私のニードルブックですね。ニードルブックにつけてみようかなと思ってまして、フラフラしてるからここにつけてみようかな。で、ここを縫ってあげようかなと思うんですけど、その時にちょっと OK ですね。このリボンの部分かわせてるかどうか確認してから縫い留めたいと思います。適当にちょっといくつかつけてみたんですけど、まず最初に折り込んだタイプですね。折り込んだタイプはこのように縁をかがってあげるともうほどけてこない、ほつれてこないと思うので楽に使っていただけるかなと思います。なのでこう四隅を縫い合わせたタイプ、まあ四隅じゃなくてもウエスト下だけでもいいと思うんですよね。ウエスト下だけでも縫ってあげて、で置いておくと折り込んで使っていただければいいのかなと思います。で、見えないところにつけてます。で、こちらはですね、何かをこうキープするのにもいけるかなと思って、ちょっとこのフリースが柔らかすぎたので少し硬さを加えるために上に縫い付けて、で糸通しを入れてます。で、落ちてこないように下にクリップで留めてるんですけど、まあそんな感じ。ここを縫っていただければちっちゃなポケットになるので、そうやって使っていただいてもいいかなとも思います。で、同じような使い方でこちらはノートの後ろに縫って留めてるんですけど、こんな感じで、でペンを刺しておくと、まあ、ペンと一緒に持ち運びができるんで、これちょっと上につけすぎたんでもう少し下でもよかったかなと思うんで、次する時はもう少し真ん中ぐらいにつけたいと思います。
まあまあちょっとこれはこれで、はい、こんな感じで引っ掛けるものがあるタイプのところはここに引っ掛けていただいてもいいのかなと思います。そしてこちらですね、こちらはジッパーポーチなんですけど、蓋付きのジッパーポーチなんですけども、いつもマーカー用のこの毛糸を入れてるんですけど、でちょっとこれもなんか使い方何につけようかなと思ってあんまりなくてですね、であんまりこの硬さがあるので身につけるものにはあまり向かないですよね、硬いので。なので身につけるもののところにつけられる場合にはこのように表側につけるとか、あとは先ほどのこういう感じで、例えばですね、こういう感じに折っていただいて、例えばセーターとかだったら裾のところにこのような形でつけていただいたりしてもいいのかなと思います。これ全然違うけど、まあこうですね、こんな感じでつけていただいてもいいのかなと思います。はい、外、そのバッグとかだったら外とか内側に縫い留めていただいて使っていただいたりですね。で縫い込む時には上に、もう縫い込む時に折っていただいて上で縫い込んでいただいたりっていう感じですかね。はい、大きさ、これはこの大きさですけど、もっとこう長細く長正方形にして折りたたんで使えるタイプもあるので、その辺はもうご自由にしていただいたらいいんですけど、オイルクロスにしていただくとかなりしっかりと張りのあるものができるので、ちょっとプラスチックとかレザー感覚で使っていただけるものになるのでおすすめしてみました。はい、ということで、またよかったら皆さんも参考になさってみてください。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。 Thank you for watching and see you next time. Bye bye.